東高山本学寺は、秋田県仙北郡三里町六号あざ、東高片町に所在する浄土衆寺院。栃木県芳賀郡益子町に所在する大田区三円通寺の末山で、寺田では、元、天台宗の寺院であったが、工事3年、常連者と生までによって浄土州に改修されたと伝わる。室町時代後半、本学寺は、寺院の衰退著しい状況にあったが、 天文、工事年間、真昼る山麓の元本堂村東下に、四国の藤光坊子と、常連社東穂まれが住んで草案を営んだのが孔子と言われる。本堂城の城主本堂吉高が、無国によって東穂まれに深く意したことで、本学寺が再興され、吉高は本学寺を、菩提寺として、伝寺や宝物を寄進したという。一説には、 本堂氏が山城であった元本堂城から、平城である本堂城に移った際、同時に本学寺も移ったとされる。三河国出身の気候家、菅江澄も、ガツの出羽路戦北軍の中で、本堂城主について、元本堂より、本学寺も城引き移して、天文4年の頃は、領地も居山して、いよいよ家栄えて折お々りおり出陣ありしなりと記している。慶長6年。 本堂氏は徳川家康の命によって日立国に転放され、入れ替わりに日立から佐竹氏が入部した。慶長八年、藩主義戦の父で六号城に入った佐竹義重は近在の寺院を六号に集めた際、本学寺も現在地の六号技、東高方町に移転させた。この時段階約六十個も寺と共に移住し、 現在の六号アザ本堂町に今日構えたと伝えられている。朱色に塗られた楼門を持つ格式の高い浄土囚人であり、貴重な時報も多い。楼門の建物間口は2軒、開口は1軒あり、楼閣部には下等窓が設けられており、屋根は入りもや作りである。明治11年にこの地を訪れたイギリス人女性イザベラ・バードは、 本学寺で行われた葬儀に出くわして詳細な記録を残しており、その中で未亡人と見られる女性の美しさについて触れている。秋田県の洋画の草分け的存在である六号の小西翔太郎や、良い経学者創立、山本公園建設で知られる飯詰村の絵畑、新之助の菩提寺でもある。安田伝記筆、白雲少人像本学寺像京都東山の生まれと、 伝わる二十八世十字の白雲は、江戸幕府の老中、松平定信に仕え、道の苦国塚川の十年寺で修行した江戸時代の画像である。南画に優れ、師匠をよくして、陽明学を奉ずる儒学者でもあった。今日は二年に定信の菩提寺である、道の苦国博画の上仙寺、第二十二世十字となり、定信の調作、古十種の材料の査や写生に、 市の谷文長と共に従事し、数々の名画を残した。この間、白雲は、各地の風景を、秋田蘭画とはまた異なる須賀川廃洋風画の手法を、用いて写生したが、これが、六号本学寺所蔵の、神経帳である。白雲は、文化十年に、六号本学寺住職となり、晩年の十二年をこの寺で過ごした。秋田六分三十三観音霊場第十四番の、 札書となっている。共演あャりの巡礼家は次の通り。第14番戦北軍六号村、東高山本学寺聖観音。ありがとうございます。